続いては愛のある勝手に愛あるマーケットアナライズ式企業図鑑のコーナーです。鈴木さん、お願いします。よろしくお願いします。はい。あの、本当にいい、勝手にやらせていただいております。えー、まあ、今日も、また、めげずに進んでまいりたいと思いますが。<laughs> 今回は、まあ、少しセクター別では、えー、低い方に入ってまいりました<ー>、えー。ガラス、土石です。<ー>ある意味では、日本のお家芸と言ってもいいんですけどね。うん、これ、難しいですよね。難しい。 だって一括りじゃないですもんこれ。ね、全然違う会社がいっぱいゴロゴロしてますからね。はい、あのさすがにこれ構成銘柄というものを見てみたいと思いますが、こ,、はい、こういう状態なんですよね。あ、今日取り上げるのはまあ自家総額ここで一番大きい A.G.C. ではあるんですが、うん、まあ、はい、ここに行く前にまあまさに岡田さん言われる通りにいろんな会社が集まってるという会社です。有名なところがいっぱいですね。はい、セメントもあれば、サム、うん、もあるし。ね、はい。 あとはセラミックですよね、うん。そうですね。セラミックはこの、えー、日本特殊鋼業、うん、これ自動車の添加プランクで世界シェア60%というぶっちぎりの会社で史上最高利益ですけど、うん、まあそこに、えー、その他にウォッシュレットク。教えてもらうとかね。だからガラドじゃないんですよもはやねこれね。本当ですね。製品としてみんなよく知っているものが多いですよね。うんうん、まマルワというのはこれあのまあ炭素の劣化をやっていて半導体で大変な高成長企業になっています。うん その中で本日取り上げますのはこの AGC です、うん、かつての朝日ガラスで有名な名門企業ですよね名門ですね冠、えーまあのつかねえ三菱グループということになります、うん、これがあの2015年16年に社名変更をしまして朝日ガラスコーポレーションの頭文字を取って AGC となりましたで、この AGC という頭文字の三つの並びを見にピンとくる方もいらっしゃると思うんですが 日本の人間の DNA 遺伝子の中にあるその、ま、塩基と言われるんですよねアデニングアシンシトシンチミンという4つの塩基ー、まあ、だから T がないだけで,でいわゆるこうガラスの会社からそのバイオテクノロジーの 一番深いところに入っていくという意気込みがこの AGC という社名に表れているんだろうななんていうふうに思った方も多いんじゃないかと思います事業構造改革をずっと今、まあ、10年近く進めているという会社ですがただ残念ながらなかなかそれがまだ今一つ成果に乗らないというところで、えー、ROE3% ぐらいにとどまっている、まあ、PBR が1倍を割り込んでしまっている、うんまあ、その分配当利回りが非常に高いという会社として今、知られているというところでありますね。あの a g あの1907年なら100年以上前に日本で初めて板ガラスを作った会社、うん、で今その板ガラスは2つの大きなマーケット、まあ、建築用の、まあ、窓ガラスそれから自動車のフロントガラス、まあ、どちらにも、まあ、これ日本ナンバーワン世界ナンバーワンといってもいいぐらいの会社でありますね。で そういうい、まあ、今こう2番目に書いておりましたいわゆるこれもう流行り言葉ですかあキャッシュをどんどん稼いでくれるそのコアビジネスをその温存しながら。えー ここで、えー、キャッシュフローをどんどん稼ぎながら、一方でまあまだキャッシュを稼いでいない、えー、もう成功するかどうかがわからない新しい成長分野に戦略的な投資を行っていくっていう、うまさにこの二つのその両機器の経営をまあこの事業構造改革の中で突き詰めているという会社であります。で、キャッシュを稼いでくれるコアのビジネスとしてはその今申し上げました建築用のガラス、それから自動車用のフロントガラス、あるいは液晶テレビのディスプレイ、えー、それから このえっと、塩ビ樹脂で、えー、アジアでナンバーワンなんですね、はい、世界では、あるいはアメリカでナンバーワンが新越化科学、アジアナンバーワンが塩ビ樹脂ではこの AGC ということになりますので、化、はい、学分野にも非常に強い。 そして、えー、これから料金の経験のもう一つ、今はまだ収益になっていないけど、将来的に相当大きく伸びるだろうというところが、大体3つ、4つぐらい上げてまして、えー、エレクトロニクス、まあ、半導体の素材なんかでやってます、それからライフサイエンスという、まあ、バイオのこれ、医薬品の方ですね医、医薬品を開発するというよりも、医薬品を試験をしてあげる、うん、医薬品メーカーに対して、それを、まあ、知見を手伝ってあげるというビジネスですね、それからモビリティです、これはの自動運転になるという車のフロントから フロントガラスがディスプレイになってこうまあタコメーターだとかスピード系は全部モニターに映るなんて言われてますよね夢のような SF みたいな時にこの AGC の,のフロントガラスというものが活用されていくだろうとまあ会社としてはそこを狙ってるんですねもうすでにまあいわゆるケースと言われるまあ自動車業界の100年に一度のまあ事業構造改革と言われてますがえまあつながる車自動運転あるいは EV それからシェアリングーカー まあ、そ4つ並べてケースと言われてますが、そういう時代に、えー、AGC はグッと出ていこうとして、まあ、ミリ波レーダーであったり、えー、センシングシステムとか、まあ、そういうのを開発しているて。 で実は会社が一番得意としているのはこのケミカルの部分なんですね。うん、はい。まあ先ほどあの、えー、塩ビ樹脂と申しましたが、このガラスを作る過程でこのフッ素樹脂。えー、フッ素化学というものがすごく、えー、昔から得意なんです。で世界ナンバーワンシェアをこの AGC はたくさん持ってまして、フッ素樹脂とか。ねフッ素系電解ポリマー、これが要は水を電気分解して、でまあ水素と。 酸素に分けてで電気を発電するという要は燃料電池の時のそのイオン交換膜でま世界ナンバーワントップクラスを今取っているというのがこの会社のもう一つの強みでありますでこれをこれから先に大きくま重点的に取り上げていくとこれの水素とかアンモニアとか 次の世代の発電、まあ、CO2 を出さないその電力発電で、まあ、水素、アンモニアが大変有望であるというふうに見られていますがここに AGC が、まあ、力を相当つぎ込んでいこうとで合成燃料が、まあ、EU が認めましたけど要は全部 EV にしなくていい EV で100%はやっぱり非現実的である、はい、まあ合成燃料であればその内燃機関を今のガソリン車を使ってもよいというふうに言われていてでこの合成燃料が、まあまあ、大きな、まあ、キラーコンテンツになりつつあるで ただこれはコストが高い、うん、ここの部分で AGC がもっともっとのしていくんであれば、まあ、そこは水素とアンモニアがまあ活用される世の中になるんですけど、うん、取り扱いが難しいんですが。 まあ今まだ2015年この辺りからえ事業構造改革スタートしているんですが今一つえ大きな成果が出ていない、まあ、つい最近も決算発表12月決算で決算発表してやっぱり業績が予定に届かなかった、まあ、株がそーんと大きく売られてしまったりなんかしたんですけどね、まあ、ただ長いチャートで見るとまあまあここで足元ではちょっと今下がっているというところでありますが、うん。 あの日経平均三十四年ぶりの高値三万何千円にとうとう載せてまいりましたが。要は日経平均はこの辺りのレベルまで到達しているトピックスもですね。でそれに対してエージシー朝日ガラスはまだ相当出遅れてしまっているという状況です。まあこのえっとここですね。二千十五年から構造改革をスタートしている。これ以前はやっぱり景気が良ければ株が上がり。 まあ景気が悪ければ株が下がるという、まあ、いわゆる景気敏感株シクリカル的な動きを続けていていまだまだそこまでは脱皮しきれていないという状況にあるというのが現状でありますね。はい もう一度戻りますがこういう,う、まあ、今の財務諸表投資尺度です ROE3% ちょっと PR はちょっと高めですが PBR が0.8倍、まあ、これをなんとかしたいと、まあ、会社が今、あ努力しているというところですね、買い取り回りは比較的高めのところが続いているという状況でありますこれからの伸びしろもまだ感じさせるチャートということですね。うん、そうですね、はいはい、え今日はご紹介しましまた